ニューヨークの刺激、バリッサ楊さん。ニューヨークの週末、夜10時半。バリッサさんのアパートには友人たちが集まって夜のお出かけ準備中。DJ にデザイナー、メイクアップアーティストにフォトグラファーも。みんなみんな、私のベストフレンドよ。11時を回る頃、奇抜なスタイルで向かった先はとあるホテルにあるクラブ。ニューヨークの刺激、それを表現するのがバリッサさんのアート。これがニューヨーク。ここに来ると素敵な音楽と魅力的なニューヨーカーたちに刺激されるのよ。バリッサさんは奇抜なスタイリングで今注目を集めるスタイリスト。この日は新人女性シンガーをロックスターと変身させるスタイリングをします。マライア・キャリーやレディー・ガガも愛用しているデザイナーのアトリエ。手作りデザインのサングラスを選びます。有名シンガーと同じステージ衣装を使います。スタイリストは人間をキャンバスにしてイメージを作るアーティスト。その組み合わせにセンスが必要です。こうして選び抜いた衣装を持って撮影場所へ向かいます。ニューヨークにある写真スタジオ。バリッサさんが選んだカメラマンが撮影します。もともと可愛いイメージだった女性を過激なシンガーへと変身させます。ブルーの大胆な衣装に合わせ、髪はブルーに染めました。挑発的なロックスターが次第に出来上がっていきます。最終的に残るのは写真。戦場的なポーズを取るように指示。次はパンクなイメージのスタイリング。でもポップ感は消さないように。真っ赤なジャケットは片腕だけ通すことにしました。日々激変していくファッションの世界、バリッサさんは見事に組み合わせてロックシンガーを完成させました。バリッサさんがぜひ見てほしいというスタイリングがこちら。彼女の髪の色を引き立たせるような全身ボディースーツです。ちょっと派手な色使いでガリアーノみたいだけど、それでいてグラフィックで美しいでしょ。光沢の靴もこのキラキラしたジャケットに合わせられるし、色や質感のミックスが髪の色と合っていけてるでしょ。華やかなロックスター、それがこのスタイリングのイメージね。これが出来上がりの写真。刺激あふれるバリッサさんのスタイリング、いかがでしたか？